おはようございます。ミスの中村武史です。辻春人です。中村さん、今日はどこで何を釣りましょう？三重県志摩でトンジギです。トンジギですね。はい、トンジギっていうのはトンボジギングです。トンボって何？ビンチョウマグロ。ビンチョウマグロ、はい。ところがですね、この数日ですね、キハダマグロが回ってるんですね。それが釣れればいいかなと。まあでもね、このジギングはもうひたすら流しながら、ひたすらしゃくりながら、ひたすら待つという釣りなので、はい、そんなところをお伝えしたいと思います。行ってまいります。行ってきます。あ、来た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 。よし、打ったけどキハダじゃないよこれ。キハダマグロですね。キハダマグロ絶対飛んで、でかいでかいでかい、やばいやばい、やったー。ありがとうございます。鬼ヶ島へ。桃太郎は犬、猿、キジと共にフィッシングツアーに出かけました。釣りはみんなを夢中にさせる釣り具の石黒。さあ、辻君。はい、頑張りますよ。頑張りましょう。実はですね、ポイントが近すぎて本当ですね。真っ暗なうちからやってましたけど、もうまあ人流し目でもちょっと流しっぱなしなんですけどね。そうですね。はい、フィッシング号120でしたね。120って言ってましたね、はい。でね、指示棚がすごい変わるじゃないですか。本当ですね。110で映ったり60で映ったり、はい、ベイトが20って言われたり、はい、なので僕今300に変えました。尺ってよし、ステイでよし、フォールでよしですか、このジグ。釣れてるのがあのキアダの下手すりゃ50キロ60キロじゃないですか、はい、でかいですね、はい。なので、MJX、はい、の H 僕使ってます、はい。でトンボにしたってキアダにしたって、あの、はい、単体って少ないと思うんですよね。あ、そうですね。どうですかね、群れでやっぱり入ってくる感じですもん、ね、なので、あのある程度なんだろう、あの一人だけヒットっていうことはないと思うんで、はい、人が釣れたらそのポイントにピッと棚を合わせるっていうのも大事なことです、はい。でそれを人に教えてあげるためにも、自分が今何メーター探ってるかっていうのは、あ、めっちゃ把握しとかないからね、はい。中村さん、はいよ。今使ってる村正 3S なんですけど、うん、このジグってスロー系でも使えますよね。実は、はい、僕がスロージングで使いたいから作った。あ、そういう背景があるんですね。非対称型、はい、上も下も非対称、はい、横も非対称。そうですね、うん。なのでくるりんと回転しながら、横向きになって、でそれから失礼しながらこう落ちるかこう落ちるじゃないですか、はいはいはい。でそれがもう目指せそのアクションなんです。へたださ、はい、青物もマグロもタツヨもみんな好きじゃないですか。確かにこれ一本でどれでも対応できるという。そうですね、シルエット的にはね、セミロングになるんですけども、はい、非常にその滞空時間というか、はい、漂う時間が長くできてるので、はい、まあマグロには抜群の威力を発揮しますね、はい。お、食った。あ、切れてん。40メートルのとこと90メートルのとこ。一瞬で切れたぞ。あ、これ40です。あ、来た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 。よし、来た来た。よし、来た。食ったぞ。130で食った。これブリや。そうですよね。これ130で食ったけど、これ食ったけどキアダじゃないよこれ。そう。そう。130で食った。上のやつは多分マグロですよね。え、あ、外れた、ごめん。まあまあ大きかったんじゃないですか、中村さん。いやいや、割とあったよ、ね、タックルはタックルやからね。ちょっと今あれかな、50、60が攻めどころかなですかね。分からんけど、関西人みたいな、知らんけど知らんけど
中村さん、あの、はい、今使ってる AMGX ですけど、はい、どんなロッドですか？これはね、がっつり青物および大物ジギングですね。なるほど。はい、僕が一番買った H っていうのを使ってます。はいはいはい、で、M だったんですね。僕は M 使ってます。はい、で、中断性の、チューブラーロッドなんですね。はいはいはい、まあ、普通のカーボンロッドなんですよね。はい、で、かなりね、中断性でね、はい、あのしっかり曲がってくれるんですね。そこから曲がるんです。そう、結構曲がるんですよ。だから、あの強いんだけど、はい、あの曲げて安心のさ、はいはいはい、体の負担がすごく大物上げるのが楽ですよね。はい、でやっぱりあのこういうファイトになっちゃうんじゃなくて、はい、こうできるファイト、あ、こうやってファイトできる、はい、あのロットにしてありますから、はい、まあ今回、まあ、トンジギなんかだったら全然安心だし、そうですね、バーチカルって言ってまっすぐ基本みたいな風がほとんどなかったら、はいはいはい、M でもいいかもしれんけど、はい、風がダーッと当たってて、ね、斜めになったらある程度しゃくりたいから、はい、そしたら H の方がいいかもしれない。あ、なるほど。でも H だったら、はい、もう今日の木肌、はい、あれでも全然安心だと思うんですよ。そうですね、なので体の負担も、はい、あの曲がってかけてから曲がってくれた方が楽です、はい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 、そういった意味ではすごいこの釣りには向いてるんじゃないかなとは思うんですけどね、はい、あ、いつでも来いやけどな。いつ来ても困らんけどね。困らないですよ。いつでも来いですよ。うん、まあ夜やから、はい、ストカローが何でしょうが絶対来るから、はい、おったら、まあ絶対来るとはあれけど、お、ボトムか。これ食ったんちゃうか。食ったんちゃうか。食った食った食った。何メーターやった？止まったんですよ。うん、めっちゃ食った食った。何メーターやった？100ぐらいです。よっしゃ、キアダちゃうか。よし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 、キアダキアダ、よし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 、キアダキアダ、来た来た来た。うわ、やった。前行くか。前行きます。フォールで止まった。フォールで止まりました。絶対飛んで。自分のペースでやったらいいからね。はい、了解です、うん。ロッドを曲げてもいいし。はい。うん、よし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 。いける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 。いけ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 。手応えはどう？だいぶでかいっす。さあ解説してもらおう。おい、だいぶ辛そうやな。辛いです。どんな感じで引いたじゃん。フォールで止まって、うんうん、それが大体 100m ぐらいだったんですよ。あ、であれ着底が早いなと思って、うん、回収に入ろうと思ったら目がかりかと思ったんですけど、いやいや動くなっていうことで思いっきりフッキングしたら一気に走っていきました。はい、よし、ちょっとずついける。キハダマグロですね、キハダマグロ。多分だけど、今釣れてるアベレージが50キロから60キロ。多分それですよ。こんなところでね、キシが、もう本当にキシが見えてるところで。すぐそこです。水深140って言ったかな。そんなもんです ね。最初やりだしたら120とかやからね、はい、なんで僕わらさがかかったから。そんなところでしんどい。よし、いけるいける。ああ、また走るな。うわ、マジか。あれ、ちょっとカメラ、あれあれ、あそこあそこあそこ、あれめっちゃ飛んでる。あれ、キハダ飛んでる。お、ほんまや。湧いている横で辻君が急ヒットします。頑張れ辻君。はい、頑張ります。頑張れ辻君。はい、セコンドがやってきました。セコンドが、すいません。もうちょい。ありがとうございます。もう少しください。はい。元気になりました。まあ落ち着いてやったらいいからね。ありがとうございます。30メーター、50メーターの攻防が続いてる。いや、ほんまに。あ、舐めたそれで。100出てきました。100出てた。
ずっと止めてるんですけどね、もう、うん、いやいやいや、出るときはもう、もう突っ込みなんでいいからあとは巻きどころや。了解です。もう、絶対負けへんぞもしあれやったら下は降りてもいいよ。よし、いったいった、うん、もう一回、3人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 、もう一人。よっしゃー、よっしゃ、よっしゃ。ちょっとあの魚のサイズを見たらね、やっぱりあの一本の方がいいですね。まあフォールドある場合にこっちがかかりますよね。かかった時にこっちのフックがどうしても魚こう走りますから、ここがボディにすれてこうかかるんですよ。もっとハンドバッグみたいになっちゃうね。そしたらここ引っ張ってもですね、頭こっち向かないからものすごい水圧かかります。だからもう P4 号とはいえ、やっぱりフックは1本にした方がいいですね、はい、よしよし。でかいでかいでかい、はい、やばいやばい、でかい無理だろ、意味だけどね。入った？よっしゃ、入った！よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ！待て、あの、糸、糸、糸をね、大丈夫です。竿に絡まないようにね。了解です。はい、みんな手伝って。せーの。よっしゃー！続ける！やったー！ありがとうございます！ありがとうございます！よっしゃー！めっちゃ嬉しい！合衆国最大魚あの音して死んで、あの音やったやった合衆国史上最大魚やってしまいました。ジグが村正の、250g、はい、グロヘッドです。 MJ の X の M M です。やりました。ありがとう、おめでとう、ご乗車ありがとうございます。サポートありがとうございます。めっちゃ嬉しいぞー遠慮しますよ、はい、せーの、ドゥドゥドゥ、はい、57キロおめでとうございます。ありがとうございますいやでかい、はい、お疲れ様でした。いや僕は悔しかったけどでもよかった。ありがとうございます撮らせていただきましたよかった。しかもサイズがね、おかっぽかですね。うん、まあ、こんなチャンスはめったないんで。そうですね、いや本当に物にしてくれてよかったですね。ありがとうございます、はい、まあね、今後ねソロマンさんはね、はい、まあ、まあ春まで結構もう春先までずっとこの釣りできますからね。トンボ何だっけ、ビンダガ、ビンダガ、ビンダガですね、はい、楽しめますから、はい、スミスのタックルを持って来ていただきたいと思います。はい、また次回の楽しい釣りをお伝えしたいと思います、はい、さようなら、さようなら。